ルートビヒ四世は、カロリング朝東フランク王国最後の王。ヨード王,王、または小二王とも呼ばれる。八百九十三年、東フランク王、アルグルフとコンラディン家のヘッセンガウハクベレンガルの娘王だとの間の着手として、バイエルンに生まれた。八百九十九年、六歳で、父の死によって王位を継承し、マインツ大司教八頭、アウクスブルク司教アーダルベロ。 コンスタンツ司教、ザ・ロモ3世のほか、母の実家コンラギン家のラーアンガウハクコンラートとその、弟で、後のロートリン元皇、ゲープハルト、父方の親族とされるルイトポルト家のバイエルン編ン教博ルイトポルトが接政を務めた。また、900年には、ロタリンギア王のイボアニのツベンティボルトなどの相次ぐ死で、ロタリンギア王をも兼ねた。900年以降、 キバ遊牧民マジャル人の侵入に苦しめられたが、殺政団は十分な対応ができず、907年には、バイエルン編共白ルイトポルトラが、ブラチスラバ近郊で戦死し、パンノニアとオストマルクを奪われた。また、910年のアウクスブルク近郊での戦いでも、大敗し、ロートリンゲンコゲープハルトが戦死した。911年、わずか17歳で死去した。死死がなく、 東、フランクのカロリング長は断絶した。そのため大位は外政のコンラディン家のフランケン大公コンラート一世が継承した。ありがとうございます。